V リーグ、V リーグ2018から 19V リーグディビジョンに2018から1 9トリーグディビジョンに2018から19は日本のバレーボールリーグ V リーグのセカンドディビジョンである V リーグディビジョン2の初年度のシーズンである2018から19シーズンにより始まった V リーグのセカンドカテゴリーとして開催される V リーグディビジョン2の初年度シーズンである実質的な前は V チャレンジリーグ1に相当するが、スーパーリーグライセンスの付与状況により男子は9チーム、女子は10チームで争われる。男女とも日程は、おおむね、V1 女子と合わせられた。レギュラーラウンドの12月9日から1月12日までの間はインターバルが設けられる。女子のファイナル6はウィンク体育館、J テクト体育館、坂田市国体記念体育館での集中開催と、 なった。都道府県高度順。S2 ライセンスを有する8チームと、2017から18シーズン条件付き S1 ライセンスを保有する、筑波ユナイテッドさんガイアの K9 チームが参戦する。9チームによる3回層あたりのレギュラーラウンドのみを開催する。S1 ライセンス所有チームは2位以内に入ると、V チャレンジマッチに出場。V レギュラーラウンドでは、 以下のように順位を決定する。ポイント勝利数セット率得点率当該チーム間の対戦成績各試合ごとに以下の通りポイントが付与される。出展 V リーグ全日程終了後以下のように個人賞が発表された。都道府県高度順 S1 ライセンスを有する13チームのうち前年の成績回の2チーム2018から19シーズンの S2 S ライセンスを保有する7チーム、及び新規参入で S3 ライセンスを保有するビクトリーナ姫路の合計10チームが参戦する。ライセンスは2019から20シーズンのもの。は、海ライセンスから格上げとなったクラブ。V レギュラーラウンドと V ファイナルステージの2段階方式で行われる。10チームによる2回戦争あたりを行い、上位6チームがファイナル6進出。 回4チームは順位が決まる。レギュラーラウンド上位6チームによる1回戦争あたりで年間順位を確定させる。ただし、レギュラーラウンドの順位によって持ち点が与えられ、それとの合算ポイントで順位を決める。ポイントが並んだ場合は、V レギュラーラウンド上位を上位とする。S1 ライセンス所有チームの中で最上位のチームが V1 昇格。上位2チームが共に、 S1 ライセンスを所有している場合は、準優勝チームが V チャレンジマッチ出場となる。V レギュラーラウンドでは、以下のように順位を決定する。ポイント勝利数セット率得点率当該チーム間の対戦成績各試合ごとに、以下の通りポイントが付与される。レギュラーラウンド出展、V リーグファイナル6出展、V リーグ全日程終了後、以下のように、個人賞が発表された。 得点王、スパイク賞、ブロック賞、サーブ賞、サーブレシーブ賞は、V レギュラーラウンドの成績により確定した。ありがとうございます。